大学別荘は大学寮の付属機関である。ただし、実際の運営は設置した士族に属し、大学寮の統制下にはなかった。大学寮の学生は原則として寮内にあった、寄宿舎である期層に寄宿していた。しかし、平安時代になって文章博士を接収した菅原氏が自家層である文章院を創建した。その後、文章博士の地位が向上し、なおかつ、 菅原氏の文章博士の世襲が進むと文章院及びそこに寄宿する学生に対する菅原氏の支配が強まることとなった。これに反発した有力士族が相次いで寮の外に一族用の寄宿舎を建設した。このため大学寮の直層である文章院に対して大学別層と呼んだ。当初、 朝廷はこれを学生を公平に扱う上で不都合と考えて上岸式においておよそ両家に従せざる者は皇居するお得ざれの一文を設けている。これに対して藤原義父さら藤原氏が巻き返しを図った結果藤原氏の官学院は大学別荘として朝廷の認可を受けたと考えられている。大学別荘はあくまで寄宿者であり自習場所や 書庫などが設置されていたものの、大学寮の学生であることが寄宿の要件であり、試験や講義はすべて大学に通って受けることとなっていた。厚生、大学別荘を私立学校とする見解が出されたが、大学別荘に専門の教員が置かれて講義がなされたという記録はなく、また当時において私立学校に相当するものは菅原市の関係廊下など、 大学寮の教員や著名な学者がその指定で講義を行った一種の私塾であったと想定できるために、この見解は成り立たない。大学別荘は公的な寄宿者ではないため、大学寮の支配が及ばず、各市の市長者のもとで管理された。後には、大学寮の民間試験を経ずに官職に就く特権が与えられた。また運営の財源として、独自に省エを領有したケースもある。 その後、大学寮自体の手配、死という枠組み自体の解体とともに、別荘も荒廃して、実体を失い、いずれも形式上存在するのみとなった。ただし、形式のみといっても、王子の別荘である、小学院については、陰世期から、その別荘を、代々の源氏長者が務める例となり、同様に、源氏長者の検体となった後院順内院の別荘と、ともに、 現氏長者たることを象徴する称号となった。やがて、純羅小学療院別当という称号も作られ、武家である徳川将軍の称号の一つとなる。また、石官が幸福寺や春日社などに、市長者としての立場から命令を下す際には、官学院の別当を通じて、文書を発給する慣例であった。大学別荘内において、 特業生などの年長者が年下の寄宿者の勉学を見るといったことは想定シュールが現代の学校における学生寮でも同様のことが行われることは想定可能であり、これをもって私立学校と呼ぶことは無理がある。ありがとうございます。